仮面をつけたサイルリアン・サイルリアンは、イギリス BBC のテレビドラマ、ドクター・フーに登場する地球の先住民族の一種で、ある。1970年に初登場し、新シリーズでは2010年に、シリーズ5で再登場を果たした。ディノサウロイドに類似する存在である。ドクター・フーには、多種多様な地球外生命体が登場するが、サイルリアンは、 地球外生命体ではなく人類誕生以前に地球に生息していた知的生命体であり地球の先住民族にあたる。古生代シルルキに生息していたとされているが実際には新生代古代三期シシニヨに生息していたと三代目ドクターは指摘している。ただしマダム・バストラが6500万年前のヒルや恐竜をその目で見たと証言していることから実際には 中世大白秋には高度な文明を築いていたことがわかる。事実、シリーズ7、恐竜たちの船では、ティラノサウルスやトリケラトプスなど、多数の恐竜が乗ったサイルリアンの宇宙船が登場している。サイルリアンは、地球に巨大な小惑星が衝突すると予期し、その危機が回避されるまで地下で休眠内宇宙へ脱出しようとした。その小惑星とは、月のことであり、 結局衝突することはなかった。休眠状態に入った間に人類が進化し、文明を築き上げたため、彼らは地球を奪った、過当な猿だと人類を見なしている。サイルリアンと人類の間で起こる確質については、サイルリアンにも文があるとして、ドクターは基本的に中立の立場に立つ。自在に伸縮する舌を有し、この舌は攻撃手段としても有用である。 毒性を有し、舌で切り付けられた生物は、皮膚が緑色に侵食死ししに至る。旧シリーズのサイルリアンシーズン7、ザ・サイロリンスで初登場を果たす。原子力発電所が原因で、休眠状態から解放され、地球が人類に支配されていることを死流ウイルスを人類社会に解き放った。同時に、バンアレン体に干渉し人類を地球から追い出そうともしたが、 どちらも三代目ドクターにより阻まれている。この時、ドクターのコンパニオンであったレ、デスブリッジ・スチュワート巡賞は、サイルリアンを殲滅すべきと主張し、サイルリアン側もドクターの説得に関わらず人類の駆逐を進めていた。シリーズ21、ウォリアーズ・オブ・ザ・ディープにおいては、同じ爬虫類先住民族、シー・デビルと結託遺伝子工学により生み出した。 水星爬虫類ミルカを使って2084年の第4海中基地を襲撃。基地に配備されたプロトンミサイルを使って人類を滅ぼそうとしたが、5代目ドクターによって阻止される。シリーズも新シリーズにおけるサイルリアンのスガオシリーズ後、ハングリーアース、冷血で登場。2020年に地下採掘の振動により、休眠状態から覚め、それを 人類からの攻撃であると認識し、人類を絶滅させるべく行動を開始する。地上をシールドで包囲して作業員やその家族を拉致していたが、拉致要員であったあらやが人間に捕まり、人類とサイルリアンの双方が捕虜を有する形となった。サイルリアン側の全権は過激派である軍部が握っていたが、医師、マロケが平和派である。 エルディーンを目覚めさせたことで人類とサイルリアンの和平会議が成立する。しかしアライアンが死亡し、激光した軍部司令官デスタックは人類の根絶を宣言。地上に軍隊を投入する寸前で11代目ドクターらが阻み、エルディーンが毒ガスを放ってサイルリアンすべてを休眠状態に入らせたことで事態は収束する。年までに人類は サイルリアンの事実を神話や伝承として残し、サイルリアンと共存する準備を整える。シリーズ6シリーズ6、ドクターの戦争で登場。今回のエピソードで19世紀ロンドンで生活を、オカルマダム・バストラというサイルリアンが初登場し、今後数度にわたって物語に登場する。エイミー・ポンドとその娘・メロディ・ポンドをコバリアン修道会から奪還する。 デーモンズランの戦いに参戦する、要11代目ドクターに依頼され、サイルリアンの軍隊が、他の種族と共にコバリアンの基地を制圧した。その後、警備に当たっていたサイルリアンの軍隊が、首の刺繍同士の奇襲を受け殺害されている描写がある。シリーズ7、恐竜たちの船では、数十種の恐竜を乗せたサイルリアンの宇宙船が、登場する。 小惑星の衝突から当時の地球生物を守るため、カナダに匹敵するサイズの宇宙船が宇宙に打ち上げられた。しかし、悪徳商人ソロモンがその宇宙船に乗り込み、内部に恐竜がいると知って、それを独占するべくサイルリアンを全員宇宙空間に投げ出し皆殺しにした。そのため、11代目ドクターたちが2367年で、 宇宙船を発見した際は、ソロモンと恐竜以外の生命反応はなかった。乗組員が殺害されたことで緊急システムが作動し、宇宙船は地球への帰還に向かい、地球人類は安全のため宇宙船をミサイルで爆破する気でいた。ドクターの働きで宇宙船は守られ、恐竜たちは惑星サイルリアに運搬され、そこで繁栄した。レスタック。 ありがとうございます。